もしかしてあれとつながる？はい、どうもニヤニーです。本日は仮面ライダーリバイス第22話ドッタンバッタン空気階段についてお話ししていきたいなと思います。まあね、この空気階段さんが出演ということでネタ回と思ったら結構な重要回でしたね。今回新ゲノムネオバッタが登場ということで完全にビオジェネとストーリーがつながっていることが分かりましたね。ここ最近の映画は本編とつながることが多いので映画 V シネスピンオフは確実に見といた方がいいという感じがねなってきておりますよね。前回の仮面ライダーセイバーではテラサ限定の動画でですね、ケンザンとデザストについて語られたんですけども、それ本編でやれよっていうね物議を醸し出された作品もあったんで、ぜひこの仮面ライダーリバイスもザ・ミステリーというのがね今配信されておりますので、ぜひこれもね見た方がいいかなと僕は思っております。そして今回登場した空気階段さんのシーンですが、この裸で出てきたモグラさん、アドリブらしいんですよね。これは仮面ライダーウェブの方には書いてあったんですけど、これよく前田くん笑わなかったですよね。役者としてかなりこうね成長しているのが見えたところでもあるんじゃないでしょうか。今回個人的にね好きだったシーンがこちらなんですけど、玉木くん演じる八丈院クロードさんの名演技です。これって本物の鼻水なんですかね。もう人間に戻ってから不利を改め玉木はですねネタキャラっぽく描かれることが非常に多いんですけど、すごいね人気が出てきているんじゃないかなと思うキャラクターの一人ですよね。ということで今日もしっかりね気になったポイントを絞ってお話ししていこうかなと思っております。22話の気になったポイントはこちらです。 1. ローリングバイスタンプの開発者は誰？ 2. デッドマンを生み出したのは誰か？ 3. ジャック・リバイス。こちらの3点についてお話ししていきたいなと思います。ニヤニヤチャンネル。ローリングバイスタンプの開発者は誰？やっぱりこのローリングバイスタンプの送り主はジョージではなかったですね。前回のね、予想動画でもお話ししたんですけど、僕の考えではウィークエンドでもないように思ってるんですよね。というのもですね、こういう嘘っていつかバレるじゃないですか。ウィークエンドがやったとしてバレた時のリスクって非常に高いんですよね。ウィークエンドはフェニックスとの戦いに備えてサクラ、まあ仮面ライダージャンヌが必要なわけじゃないですか。それが、まあ、騙してスタンプを使わせたということがバレることでですね、サクラはウィークエンド加入を拒むと思うので、ウィークエンドの仕業じゃないと思ってるんですよね。で、直後ライブの時にも、出たんですけども、本命はやっぱり赤石長官じゃないかなというふうに思うんですよね。そして僕が考える大穴でこの人物を推したいと思っております。それが上島翔吾。この人物でございます。上島翔吾と聞いてピンと来ていない人も多いかと思います。この人物は現在、配信中の仮面ライダーリバイスザ・ミステリー第3話にて登場した、すでに死亡しているとされる元フェニックスの科学者なんですよね。この上島はジョージに匹敵するほどの科学者だったようで、ジョージは人間の体内に潜む悪魔に生物の遺伝子を掛け合わせて実体化するスタンプを開発しているんですけれども、この上島は怪人の遺伝子を掛け合わせて実体化するスタンプの研究をしていたそうなんですけれども、この上島が実は死んでいなかったとか、まあジョージパパ、仮パパからジョージへ研究が引き継がれたように、上島亡き後もその意思が誰かによって引き継がれてっていう感じで、まあスピンオフから本編につながってくるという可能性もねかなりあるんじゃないかなというふうに思いました。で、冒頭でも話したように近年の映画 V シネスピンオフは本編とつながることも非常に多いので、このタイミングでスピンオフにて科学者が出てきたのはかなりポイントになってくる気がしております。じゃあ上島はどの組織の人間なのかとなると思うんですけれども、ここねやっぱねウィークエンドっぽいっちゃっぽいんですけど、というかまあウィークエンドやろなっていう感じはするんですけど、ウィークエンドじゃないと言ってる以上他の可能性を考えてみると、まあ、ジョージは仮面ライダーオタクみたいに描かれてますが、おそらくこの上島は怪人オタクっぽく感じるので、
デッドマンズ側に今ついてるんちゃうかなというふうに思ってます。まあでもそうなると結局デッドマンズもフェニックスもトップが赤い市長官っぽく描かれているので、まあ、同じような組織と考えたらまあうーんってなるんですけど、まあ一旦ちょっと組織はもう置いといて、この上島が大きく関わってるに違いないというふうに思っております。デッドマンを生み出しているのは誰なのか、パブロフの犬か柏餅も怪しく感じますが、こういう時に一番の容疑者は当事者ということがね、鉄板じゃないですか。空気階段さんがデッドマンを生み出していると予想するのはちょっと浅いと思うので、僕の考えで言うと空気階段の塊さんとマネージャーの富永じゃないかと考えております。まあマネージャーの富永は元ファンということも分かってて、今より売れる前の2人の方が好きと言っているので、まあここからね、こう仕事を減らしたいという考えもあるかもしれません。で、優勝してから仕事が急増したことにより、まあもぐらさんは睡眠不足なのか何なのかわからないですけども、遅刻をしてしまうようになってしまったみたいなんですよね。で、今回もこのテレビ局には現在もぐらさんはいないということもあるので、そのもぐらさんからデッドマンを生み出すということは非常に難しいというか無理だと思うので、遅刻をしていない塊さんがもう一人のデッドマンを生み出しているのではないかと思いました。これに関してはですね、まあ、今後のリバイスの展開には深く関わってこないことだと思うので、まあ、そこまで深く考える必要はないかなというふうに思っております。ジャックリバイス登場、満を持して登場したジャックリバイス、これめちゃくちゃかっこいいですよね。これちょっと強すぎません？バイスがメインのフォームということで、スーツアクターも縄田さんではなく英徳さんということで、初の単独での1号ライダーとなった歴史的瞬間なんですよね。まあこのね、仮面ライダーリバイスが終わった次の作品、次回作ぐらいで英徳さんもついに1号ライダーを務める番が来るんじゃないかなと密かに思っております。まあ変身時のライン画面みたいなやつもですね、結構不穏というか意味深なんですよね。ありがとう点点点、その次にまた点点点だけが送られていて、この点点点が続いているのとか結構僕は意味深に感じております。で、変身後のバイスが俺っち一人だけ、まあいいかと言っていることから、もしかしたらバイスは一気と入れ替わるのは知らなかったかもしれないですよね。一見暴走フォームっぽいけど、果たしてこれは一体どんな形態になっているのかっていうのはかなり気になるところではありますよね。で、ここ最近のシリーズでは、セイバーであればプリミティブドラゴン、ゼロワンであればメタルクラストホッパー、仮面ライダービルデではハザードフォームが、ありましたけど、それをね、制御するアイテムが後で出てきて、またさらに強化されるというパターンがあったんですけど、今回のリバイスでもそういったアイテムを、まあ、この後ジョージが開発してくれることでしょう。で、まあ、僕も昨日ね、ローリングバイスタンプを購入したんですけど、例えばそのプリミティブドラゴンの、ライドブックとか、まあ、ハザードフォームの時の、あのフルフルのフルボトルかみたいな感じのアイテムが出てくるのかなと思うんですけど、まあとにかくこのね、リバイスドライバーを見てもさらに何かアイテムをつけれそうな部分がなかったりもするので、まあ、メタルクラストホッパーの時のように武器で制御するとかっていうパターンもね、ありそうですよね。なのでまたおもちゃが出てしまうということで、お父さんお母さん頑張ってお子様におもちゃ買ってあげてください。いやー、今回もねめちゃくちゃ面白かったですよね。まあヒロミさんはねしばらくお休みだと思うので、ヒロミロスの方はぜひザ・ミステリーを見るのをおすすめします。まあでもこっちでもヒロミさんは死にかけるんですけどね。あとまあこのザ・ミステリーも本日3話が公開されたということで、残すはあと2話なので、まあ2週で終わってしまうんですけれども、まあ結構その動画の時間で言うと1本15分から16分ぐらいなので、結構すぐ見れるというのもあるので、第5話が公開されてから一気に見るのもいいかなというふうに思いました。で、まあ、お試し期間で見終われるので、まあ、実質無料で見れるんちゃうかなと思うので、その期間をうまいこと有効利用して見るっていうのもありかなというふうに思いました。まあ、これね、ザ・ミステリー結構ね面白いというか、
今日分かったことなんですけど、この唐橋さんが登場してるんですけど、これがねまたね面白いことに神谷というね役名で出演されてたんですけど、実はなんとスネークオルフェノクだったということが今日分かったので、まあ結構このオリキャスがねいろいろ出てるんですよね。あとまあ過去の作品での怪人も今現在名前がかなり上がっていてて、まあグロンギ、オルフェノク、ワーム、ファンガイア、ドーパント、ゾディアーツ、インベス、ロイミュード、スマッシュ、デッドマンっていう計10種の怪人のね名前が上がっているので、これねめちゃくちゃ面白いお話になってきそうな気がしております。 なのでこれもまたね本編につながってくるとかなれば、さらにね今後の仮面ライダーリバイス後半の物語が面白くなってきそうな気もしておりますので、ぜひここもね、前回のあの剣士列伝不評だったこともあるので、ちょっとね見るの控えてる方もいらっしゃるかなとは思うんですけど、ぜひこのちょっとね騙されたと思って入会して見てみてください。非常に面白かったです。ということで本日はこちらで以上とさせていただきます。また次の動画でお会いしましょう。ほな。本日の動画はいかがだったでしょうか。楽しんでいただけましたか。ああ、そうですか、よかったです。ということでですね、まだ高評価を押していない方はぜひ高評価を押していただいて、チャンネル登録もよろしくお願いします。また明日も楽しんでいきましょう。それではバイバイ。